10万円のセラミックのかぶせもと5000で入る銀歯だとほとんどが銀歯です。また保険でも白いかぶせもできるのですが、どうしても物性が劣ります。デジタル IQ が上がらない理由なんと思いますか。デジタル IQ はあんま関係ないと思うんですけど、僕、知り合いに勧められた歯科医に行っていて、で、まあ、そのセラミック、それなりの金額したんですけど、入れて、で、僕、友人もそこ紹介してたりするんですよね。なので、結局、金に糸目はつけないで、その、要は、知り合いの人とかでも、なんか、歯医者何度も行って、なんか、結構ひどいことになったよ、みたいな人がいたりするので、その、ちゃんとした歯医者って、割と口コミで日暮らがる余地があるんですよね。なので、あそこの歯医者さんちゃんとしてますよ、みたいなこと、僕結構知り合いに相談された時言ってるんですけど、なので、その、ちゃんとその口コミで広がるように、きちんと、今のお客さんをちょっとずつ、その、いい治療してますよっていうのを分かってもらうようにして、で、満足してもらって帰ってもらうっていうのを、きちんとやり続けるっていうので、もう、ご自身で開いてる歯科医でもずっとそこで商売していくってことだと思うので、なので、一人一人のお客さんを大切にして、口コミで広げていくっていう方が、長期的にはうまくいくんじゃないかなと思います。で、僕そこでセラミック勧められてないんですよね。別になんかセラミックいいっすよ、高いっすけどって言われたらなんかうわうさくせってなると思うんですけど、勧められてもいないんですよ。ただ僕は銀歯と銀歯が嫌いだっていう理由で選んだんで、別にいつもは僕保険診療内で全部終わってますよ。なので、保険診療内でも、全然やるんだけど、ただこういう治療しましたとか、こういうふうにやりますっていうのをきちんと丁寧に説明してくれる先生なので。なので必要な時に別にお金に躊躇するところがないっていうだけですね。はい。